一斉のでバンバンザイ、ギンシです、ミユです。はい、やっとくれるということで、はい、タイトルからいきたいと思います。はい、吉野家1万円分食べきれるまで帰れません。よっしゃペッコペッコ、やばいやばいやばい。実はこの企画の前にですね、はい、人間ドックの撮影をしていまして、はい、それまでね、あの長時間の断食と飲み物もお水しか飲めないっていう過酷な時間を送ってたんですけども、はい、そちらの撮影が無事に終わったということで、はい、今から念願の吉野家をですね、いや余裕だと思いますよ、このくらいの量絶対余裕だと思う、うん、余裕で食べきろうじゃあ、はい、はい、ということで早速やっていきましょう。じゃ食べますか。はい、いただきます。久々の食事って感じ。確かに。うーん、うまっ。おいしい。うーん、どんだけ飯食べてなかったの、うん、マジで美味しい。牛丼ってさ、めっちゃ早く出てくるのにさ、うん、味がさ、裏切らない感じさ、ずるいよね、ちょっと。牛丼ってなんでさ、家で作ってもこの匂いにはなんないじゃん。秘伝のタレとかあんのかな、牛丼屋さんって。すごいね、正式っぷりが。すごいよ、みんなすげえ。なんで食べたかったんだよ。体重まで聞いたことない。めっちゃサクサクだし、めっちゃうまい。ちなみに、あの人間ドック、あんなにいろんな種類の受けたの初めてすぎて、いつ終わんのって感じだった。ごちそうさまー。早っ。この流れでやるの、あと2個食べれちゃう。続いてカレーを食べたいと思います。へえ。いただきまーす。牛丼屋さんとかそういうところで働いてみたいわ。それこそマックとか。一度は働いてみたいわ。一番楽しいバイトって何なんだろうね。俺やっぱ個人店の居酒屋だと思うんだよ。あ、マグロある。サラダなんか行ってみようかな。ドレッシングを和風のやつをかけて食べました。美味しいです。美味しかったです。もうやっぱり食べるって本当に幸せですよ。いただきます。いいな、夜の渋谷行きたい。まだ行きたいと思う？渋谷とか。なんかすごいさ、夜の街ってさ、うん、特別感ない？普段家にいるのに、うん、夜の世界に飛び込んだみたいな。わ、うん、かる？わかる。ね、これ食べていい？うん。何？サラダ！これ夜の渋谷とかいいんじゃん。どんだけ夜の渋谷で。じゃあうなぎ行く。うわ、美味しそう。しゃっくり出た。昨日さ、うなぎ屋さんを探しにさ、夜回ったんだよね。そんなタイムリーなことあったの？うん、全部閉まってて、人が多くて行けなかったんだよ。オッケー、はい、はい。夜さ、デート行くとするじゃん、ドライブ。吉野家とかさ、夜中の2時に食べようとか食べる？そういう、そういう、そういう。そうだよね。好き、そういうの。深夜の山岡屋とか、ラーメンとかね。めっちゃ好き。わかる。さあ、女の子いいんだ。全然いい。めっちゃ行きたい。深夜の山岡屋？うん。だって、太るとかなんないの？なんない。なんかドライブして、タイになってるから、なんでもいい。そうなんだ。なんも。じゃあ、明日ランウェイ。食べないやろ、さすがに。さすがに食べない。あ、食べないんだ、そこは。それがわかんねえんだよ。食べちゃう。その違いがわかんない。次の日、普通にこういう撮影とかですとかだったら多いやん、撮影の方が。イベントとかよりもイベントって結構さ、大事じゃん、運動会みたいな感じよ。そんな時はコンディションよく痛いじゃん。なるほどね。そう、食べてしまう。では、味変ちょっとさせていただきます。はい、はい、はい、いいね。吉野家のさ、由来って何なんだろうね。ね、吉野家の由来当てようや。いいよ、ネットに載ってると思うよ。え、いいよ、俺答え見て。いいよ。吉野さんっていう会社員の方がいて、うん、で、そこでうちの妻が作る牛丼がめちゃくちゃ多い。なんて、ルナもマジ吉野っていう人の家の牛丼が美味しくて、うん、お店に出せるってなって。そう、だから本当は吉野家だったのよ、名前。絶対そう、ね、すごくいい。いいよ。奈良の吉野の桜が綺麗で大好きだったことから、うん、吉野家にしたらしい。奈良発祥なの、吉野家って。じゃあさ、中目の桜が好きだったんですか。中目や。マジ？じゃあ俺、西麻布六本木周辺のバーやとかになるんだよ。俺が店出す。そうだね、そうだね。完食。ナイス！ナイス！減ってきてるよ。うわうわ！ナイス。じゃあ次食べるやつ決めとく。ホースペーダス。それじゃあ。うわ、すごいね。ペペロンジーノ。だって、お悩み相談室に電話していい？うん。ルナ相談乗ってあげるよ。言ってみ。
ずっと人間ドックで断食してました。それが終わった瞬間、次は大食いです。どうしたらメンタルが保てますか？メンタルっていうのはね、メンタルがへぼってる時って食欲とかも全部ないんだよ。だから一度なくなった食欲はもう最大限に摂取しないといけないのよ。違うよ。なんかお悩みありますか？ピッポッポ。もしもし、グローバルお悩み相談室で最近連絡取ってる人がいるんです。はい。それが恋なのか恋じゃないのかわかんないんです、はい、さてそれは何でしょう？わかんねえ時点で多分恋ではない。恋なら別れ。はい。あと恋してるかどうか確かめれるよ。何？右手のひら出して。はい。これ痛い？痛い。これね、恋じゃなくて目の疲れ。分かった？はい、はい、ありがとうございます。はいよ。ピッポッポプル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 。あっちゃん、どうも。グローバルお悩み室なんか減ってるぞ。どうしたの？いい人の見分け方が分かんないんです、うん、同じよ。なるほどね。今まで悪い人だったの？いろんな種類の人がいましたね。うん、やっぱね、かっこいい人っていうのはね、性格に難ありな部分結構多いから、うん、シンプルに一旦下げてブサイク行こう。なんかお悩みある？ブルブルブル。もしもし、グローバルお悩み相談室です。全然隣の人食べてくれないんですけど。あんなに食べたら食えないよ。もうオープニングの時余裕余裕って言ってた人ですけど。お前は人より体強いからよ。お前食え。めっちゃ食ってんだよ。さっきから完食って言っても褒めてもくれねえ。お前らグローバル相談室に乗っ取られてる。お前すげえ認めるから、うん、認めたからルナに食わすか自分で食え。タロ君はグローバル相談室営業。ガラガラガシャン。うん、おいしい。かんはん。完食。まあやはりこれぐらいで気づくはなってくるよな。ああそりゃそうだ。ほら残り3つ食べました。ラストでございます。すっごいボリュームだなこれ。うまそうだな。マジで吉野家の唐揚げうめえかった。うまいよね。食べましたナイス、ナイス、うん、おごめんごめん、ナイスということで、マジでナイス一番達成です。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということでですね、はい、今回、実はなんとですね、うん、楽天ペイさんからの案件なんですよ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやもう本当に言ったら楽天ペイさんのおごりです。じゃあこの吉野家のテイクアウトを楽天ペイでお支払いしたということですか？うん、そうなんですよ。なんてこったすげえじゃねえか。現金とかじゃなくてもうキャッシュレスの時代なんで、うん、ということでですね、はい、楽天ペイアプリを開いて楽天ポイントカードをね提示するだけでね楽天ポイントが貯まるんですけどもね。おお。支払いはぜひ皆さん楽天ペイでやってみてください。便利だね、うん、普通にお会計するときに楽天ペイで払ったら一緒にポイントもつくよみたいな。そうそうそう、一石二鳥。そしてね、ミュウとかもルナとかもスタバでなんかスタバ買ってきてって言ったら頼んでくれるわけですよ。うんうん。そんなのもう正直もうなんだかんださ、うん、おごっちゃうから帰ってこないじゃん。うん、確かにね、うん、だから還元みたいなのがないの、はい、俺らでおごり合ったら。確かにないわ。だけどよ、楽天カードからね、うん、楽天キャッシュにチャージして支払うと最大 1.5% 還元と。おお、すごい。ということでかなりお得になっております。はい。ということで今から言う3ステップで楽天ポイントの30ドリが可能になります。30ドリ？1番。楽天ペイアプリ内から楽天ポイントカードを提示。ああ。だからもうおいってやつ。そうだね。おい。2番。楽天ペイアプリを開いて楽天カードから楽天キャッシュにチャージ。チャージーっていうよね。うん、ね、そしてそして最後、楽天キャッシュを支払い源にした楽天ペイで支払い。チャージしたところから楽天ペイでお支払い。そう、はいはいはい、なるほど。その3ステップでかなりお得ということですよ。得しかないね。うん、絶対分かってないやろ。じゃあ全部説明でいいの？お前一から。得しかないねって。どこで結果してんのよ。ということでですね、はい、まあ、今回用意した牛丼もですね楽天ペイ1万円分で買ってきました。概要欄に詳しいことをね載せているのでぜひ見てみてください。お願いします。
します。ということで、皆さんもね、牛丼1万円分、まあ普通にね、食べるよりも、楽天ペイでお得に食べてみてください。他のものも。はい。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、楽天ペイ、お待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。お疲れ様でした。またお願いします。